分県に向かって昨夜大阪からフェリーに乗って別府港を目指しているところです。今日から九州1週間の旅始めていきたいと思います。よいしょ、大分上陸。さあ九州ただいま。さあというわけでですね、今回は大分県の別府港に着岸いたしました。去年の秋に来た時はですね、大分県が割と駆け足で走ってしまったので、やっぱり大分といったら別府、はい、別府でねちょっとゆっくりしたいなと思って、今回はですね温泉とかも入ってゆっくりしようかなと思っています。まあまずはですね、時間も時間で7時で早いので、まあのんびり山あいを楽しみながら目的地の方に向かっていきたいと思います。うわーすごい、なんかもう目の前の山でももう感動している。すごい、あコスモスだ久しぶりコスモス、あージョイフルもあるあーもう本当九州の人からしたら何にはしゃいでんだこの人はって感じですよね。あーすごい、あーすごいすごい、九州来てるわー、あーもう楽しい。あ唐揚げですよね、大分といったらね、うん、はい。で今ですね走っている地域は温泉街でですね、こう時刻巡りがたくさんあるところなんですけど、おおすごい温泉の匂いがする。じゃあですね、今日この辺りに宿泊する予定なので、まあ、先に山の方に行って走りを存分に楽しんだ後に時刻巡りしていきたいと思います。なのでまた戻ってきます。なんだこの道めっちゃ気持ちいいぞいやー楽しい、わーすごいすごいすごい、ここなんて道だろう。いやーなんかこの朝日とともにね走れるって最高だよね、早起きした特権ですよ。さあというわけで山並みハイウェイに入ってきました。あー多分目の前が湯布岳かな、やばいあすごい、もういいな九州の人はせっかくだから上上がりましょうか。11月に来たから1、2、3、4ヶ月ぶりぐらい、うわうわすごい、やっぱり私ここの景色大好きだわ、すごすぎ、うわこのさ見下ろす景色とかやばくないですか。ここで撮ったわ前回じゃあここにしよう、よし、
はい、ここからですね、なんと GoPro の音声データがなぜか入ってないというエラーが起きてしまいまして、アフレコで失礼いたします。はい、今私が向かっているところは大分県にあるとある映えスポットに向かっています。はい、というわけでこちらはトトロの苔アートです。すごくないですか、これ苔があるところをこう削ってできたアートです。こちらがですね、ここの絵苔アートっていう名前のところで、大分県クス郡ここの絵町町田っていうところでございます。 Google マップでここの絵苔アートってやれば多分出てきます。かわいい、隣のトトロ、トトロ、緑のバイクの前、緑のバイク、あーかわいい。はい、音声がないんですが、今度は道の駅に向かっております。こちらの道の駅はジオンの滝クスというところなんですが、本当にですね、道の駅からすぐそこに滝がありました。しかもね、バイクも目の前まで持っていける場所だったので、せっかくなんでね、ここで写真撮ろうかなと思って前付けさせてもらいました。9時の滝に来て、こうやってね、はやぶさと一緒に写真を撮っているんですけど、どうしても水が映らなくて、うーんってなってたらですね、地元の方の軽トラの荷台に三脚を置かせていただきました。すごいね、優しく声かけてくれてありがたいです。おかげさまでとてもいい絵が撮れました。ありがとうございます。そしてこの道の駅ですね、九州のお友達あーちゃんと合流します。あー、お久しぶり。はい、あーちゃんです。残ってたの？あーちゃん今日四国から帰ってきたんだよね。そう、四国帰りです。お帰り、楽しかった？超楽しかった。四国の円満寺ってとこにちょっと寄ったのよね、うん、これ縁結びの神社なんだけど、うんうん、ご縁、そうそうそう、 ありがとうございます。マイク以外も素敵なご縁が、いただきました。素敵なご縁があるといいですね。はい、あーちゃんと合流した後は、今右奥に見えてる山が切株山という山なんですけど、頂上にですねバイクで行けそうだったので、まあ、ここの登る前にちょっとねご飯を買っていこうと思って今移動しております。はい、今見えてきましたね。やっぱり大分といったら唐揚げ、鶏の料理なのかな。はい、これをね Google マップで評価が良さそうなお店に来てみました。うん、千鳥たたき、あ、ご本人ってやめてめっちゃいい匂いする。おー、あ、すごい、はい、無事にご飯ゲットしたので切株山を登っていっています。割とね綺麗な道だったのでバイクでも登りやすい場所でした。地元のあーちゃんは逆に登ったことないそうです。唐揚げと鶏たたき、鶏のたたき、タレそのままかけちゃっていい？うん、初めて食べる。私もだよ。地元の人が知らないものを見つけ出した、それがルリコさんです。なんか味噌だれみたいなのがあるよ。うん、
すごい、生で食べれるのが。うまっ、おいしい、唐揚げ、うん、覚えたば、醤油ですよ、うん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 、醤油の唐揚げめっちゃおいしい、嬉しい、私が作ったわけじゃないのパンちゃん手作りじゃあ、あーちゃんとはまた明日。明日もお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。キャッキと撮りました。はい、ここからはまた一人になって山並みハイウェイを通って別府の方に戻っていきます。そして当社の目的であった時刻巡りのためにこちらにやってきています。では今海時刻というところにやってきました。こう別府の時刻巡りって7箇所あるんですけど、7箇所行こうと思っていたんですが、今私3時半ぐらいに来ているんですけど、お姉さん無理だよ、これ共通券買っても無理だよって言われてしまったので、2時間ぐらいかかるらしいんですね、あの普通にバイクでも。はい、ということで本当は全部回ろうと思ってたんですけど、まあ、ゆっくり見たいのでとりあえず海時刻だけ見ようかなと思います。ツツジが綺麗、おーすごい、煙がもくもく、おーこれが海時刻、綺麗だね、温泉の色みたいな、あ温泉か、綺麗、入浴剤みたいな色してる。はい、こんな感じ、もくもく。何度ぐらいあるんだろうね。なんか色的にはとっても穏やかな色なんだけど、めっちゃ暑いんだろうな。これ7カ所もありたかったな。惜しいことをしました。はい、もう1カ所ですね。近くに鬼石坊主時刻っていうのがあったので、来ました。なんかさっきとまた違う感じの、なんか、ね、粘土があるボコボコですね。温泉の香りがしますね。夜温泉入るの楽しみだな。ボコボコしております。さあ時刻巡りを終えまして、まあ巡ってないんですけど、今日の宿に向かっています。本当にね、時刻巡りからすぐの場所なんですよね。今日はゲストハウスに宿泊します。ゲストハウスなんですけど、ほぼライダーハウスみたいな感じみたいです。ここがですね、なんて読むんだっけ、この鉄輪って書いて、なんだっけ違うんだよね読み方が。ここがすごい温泉街みたいなので、歩いて温泉に行きたいと思ってます。なんかこの辺な気がする。あったあった、ここだ、ありました。でいいのかな、よいしょ。はい、今日のお宿到着しました。こちらがですね、大分県別府神縄という地域にある神縄ゲストハウスさんに今日はお邪魔します。はい、私のお部屋はこちらです。
広い和室です。縁側もありますね。荷物もしっかり開けます。ここには漫画とか本もたくさんあったりします。洗濯機で、こちらは談話室です。渋の湯とか熱の湯とか筋湯とか、めっちゃありますね。谷の湯とか、はい、先ほどの宿からですね、ちょっと温泉とご飯を食べに行くために今歩いてきてます。この井出湯っていう通りが、まあ、なんか温泉やらなんかいっぱいあるみたいです。なんか素敵な通り。ゲストハウスのオーナーさんがここはぜひ見てきてと教えてくれた場所がここです。竹製温泉冷却装置。わっ、すごっ、見てわあ、これが源泉が100度ぐらい、とっても熱い温泉なので、それをこの竹とかを伝って冷却している装置なんですってね。すごい、これは初めて見る。温泉っぽいね。めっちゃ熱いんだろうな。はい、というわけで今日の私の夕飯はこちらです。地獄蒸しこれで、大分県の牛肉を使ったセットにしました。あとはこういうサービスで卵、ゆで卵いただきました。あとね、もう一個食べたかったやつ、地獄蒸しプリン、あとね、かぼすハイボール地獄蒸しが何ぞやというと、こんな感じの蒸し器に入れて火を通すってやつですね。地獄釜。ここにはですね、足をしながら食べれるところもありますけど、ちょっと私ジーパンできちゃったもんで脱げないから、普通にテーブルでいただきます。いただきます。お塩で、うん、おいしい。いいね、お塩で食べるの、さっぱり、うまいこれ足湯入ってたらあったかいんだろうな。やっぱ朝晩は冷えますね。かぼすハイボール、乾杯。お、辛いと思ったら辛口って書いてあったまあいいか。わー、柚子胡椒もある。うん、なんかこの辺りいろんなところに地獄蒸しのお店があるんですけど、なんか有名なところはなんか混んでそうだなと思って、こっちなら空いてるかもですって教えてくれたとこだったんですけど、人は少ない方が好きなのでラッキー。はい、卵おいしい。いい匂いがする。何の匂いだろう、これ温泉。おいしい。プリンも食べてみましょうか。めっちゃおいしい。とろけるプリンみたい。うまー。はい、それでは京丹温泉っていうところにこれから入ってきます。女性のお風呂が綺麗って聞いたのでこちらにします。ここは映せないので楽しんできます。はい、それではお風呂上がってきまして、ゲストハウスでのんびりして眠くなったのでもう寝ようと思います。今日は楽しい一日でした。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。Is it just because I can't kiss you? Is the dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?